皆さんこんにちは、現場市場ガールの木戸レオナです。本日は九州の銘菓を5つご紹介したいと思います。せーの、じゃん。はい、ということでここに5つ用意していただきました。美味しそうです。それでは食べていきたいと思います。はい、まず最初は傑作まんじゅうでおなじみの通りもんをご紹介しようと思います。通りもんの由来は毎年5月3日4日に行われる福岡博多名物のお祭り博多どんたくにあります。明治時代にオランダ語の休日ゾンタークがなまってどんたくという博多弁になりました。博多の休日に専用の衣装を着て楽器を鳴らしながらどんたくを行う様子を博多弁で通りもんと言います。そこから名前がついたそうです。それでは食べていきたいと思います。 1,2,3,4,5 個入りですね。1つ、これでも確か大きいサイズもありますもんね。このめちゃめちゃ大きいサイズもあります。小分けになっているのでお土産にもとっても便利です。いただきます。久しぶりに食べました。あんが甘すぎずとっても美味しいです。食べました。私はですね、実は人生で一番最初にもらった福岡のお土産が博多の通りもんだったので、なんかこう懐かしい気持ちになれました。続いてご紹介するのは博多の人です。名前の由来は昭和45年に流行した演歌歌手北島三郎さんの曲の人シリーズから着想を得ました。当時お菓子ではほとんど使われていなかった博多を商品名に入れた博多の人としたら良いのではないかと考えたそうです。事務所の先輩の岡澤明さんが CM をしています。発売当初よりフルカラーの包装紙を採用しておりましたが、当時は1色か2色の包装紙が一般的でした。あまりお土産物では見かけないカラフルなパッケージはお土産売り場で大変目立っていたそうです。実はこの博多の人が売れたことによって、過去に芋羊羹を包んだ薩摩の人、カステラにあんこを入れた長崎の人というものもあったそうです。見たことある人はいますか？私はあんまり見たことなかったんですけど、博多の人を初めて見た時にこんな商品があるんだってすごいびっくりしました。それでは食べていきたいと思います。お、すごい、こんな感じになってます。6個入りですね。1つ、これも全部小分けになってるので会社とかに配るのにおすすめですね。おー、一口サイズですね。かわいいとってもかわいいです。うん、いただきます。うん、いただきました。もう本当に口に入れた瞬間にこうバターの香りがふわっと香ってきて、あっという間に一つ食べきってしまいました。実はですね、この博多の人、プレーンの味の他にもやめ抹茶と、あと甘おいちごミルクと蜂蜜レモン、3種類あるみたいで、私全部実は食べたことあるんですけど、どれもすっごく美味しかったので、あの4個入りのパックもあるので、ぜひ皆さんいろいろ試してみてください。続いてご紹介するのは三日月のクロワッサンです。こちらはですね、業界トップクラスの技術を持つ職人さんが手作業で作るクロワッサンです。とにかく素材がすごいんです。最高級小麦に天然塩、最高級無塩バターを使った生地で、お土産でもらったらとっても嬉しいと思います。数量限定のアップルがおすすめです。毎日皮むきから煮るまで職人さんが手作業で製造しているという大変なもので、それだけ手間がかかっている分とっても美味しいはずです。他の味も定番のチョコ、メープル、ココア味から
なんとチーズ、よもぎ、紅茶まで10種類以上の味があるのでとっても楽しいです。季節限定の味もちょこちょこ出ているので定期的にチェックしてみてください。それでは食べていきたいと思います。いただきます。うん、いい匂いがします。こうやってこれも片手で食べれるからいいですよね。こう出していただきます。うん、完食しました。結構1個でもボリュームがあってとっても美味しかったです。なんとこれですね、実はオーブントースターで 1,2 分温めた後常温で3分ほど冷ましていただくことによりより一層美味しく召し上がれますということで、ぜひオーブントースターある方はちょっと温めてから食べるともっと美味しくいただけると思います。ぜひ試してみてください。続いてご紹介するのは博多ポテトです。ポテットくんが可愛い商品です。芋本来の優しい甘さが特徴で甘すぎないスイーツのお土産のおすすめです。さつまいもは時間をかけてゆっくり焼くと甘みが増す特性があるのでそれを生かして作られたものです。そのままペーストを作りそこからさらに焼き上げて完成されます。スイートポテトのようなお菓子で温めても冷ましても美味しい商品です。なんとこちらの商品のポテットくんはゆるキャラグランプリにも参加していたそうです。どれぐらいの順位だったんですかね。ちょっと後で調べてみます。それでは食べていきたいと思います。こっちを食べていきたいと思います。いただきます。中身はこんな感じになってます。コロッとしてて見た目がとっても可愛いです。本当にスイートポテトみたいですね。いただきます。うん、甘くてとっても美味しいです。でも甘すぎなくって、多分甘いのが苦手な方でも食べれると思います。美味しい。完食しました。実はですね、この博多ポテト、私がこうお仕事で福岡に移住してくる前に福岡に通ってた時期がありまして、その時に初めて自分で福岡お土産として博多ポテトを買って食べてからすっごいハマってしまって、東京の人へのお土産によく実は博多ポテトを買っていた思い出があります。ぜひ皆さんもゲットしてみてください。続いてめんべいをご紹介しようと思います。めんべいは生ものである明太子を常温で持ち運べるお土産にしたいという思いで2001年に誕生しました。これは口コミ効果で急激に広がったそうです。そもそも美味しいのに2枚8袋でなんと当時480円だったので手に取りやすく流行ったそうです。今は値上げの波の関係でちょっと高くなってしまいましたのでご注意ください。味はたくさんあるんですけれども、さらに北九州めんべいや久留めんべいなどご当地めんべいも登場しています。なんと工場見学もできるそうなのでいつか絶対行きたいです。それでは食べていきたいと思います。いただきます。この大袋の中に2枚入りが2袋入ってますね。これはこんな感じです。いただきます。うん、歯ごたえがあって美味しいです。噛んだ瞬間から磯の香り、なんかこう魚系の香りがふわっとして、普通のおせんべいより固めなので結構お腹にたまると思います。これめちゃめちゃダイエットにいいと思います。色は薄いんですけど味はしっかりついてて、これは何枚でも食べれちゃうやつですね。美味しい。完食しました。
実は今日ご紹介した5つの銘菓の中で私が一番好きなのが麺兵衛で、一番その中でも好きなのが辛口味の麺兵衛で、私はいつもあんまり大きい声で言えないんですけど、マヨネーズを大量につけてビールと一緒に食べてます。本当に美味しいので皆さんもぜひ試してみてください。はい、ということで今回は九州の銘菓を5つご紹介させていただきました。ぜひ福岡に来た時のお土産などの参考になったら嬉しいです。さらに今回はですね、定番なものをご紹介してきたんですけれども、次回はちょっとマニアックなものまでご紹介していきたいなと思うので、またそちらの動画も楽しみにしていてください。あとですね、ぜひご覧の皆さんのおすすめの銘菓だったりもぜひコメント欄で教えてくださったら嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後まで動画をご覧くださりありがとうございます。この動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。